さあ始まりました、お車研究所カードサービスのお時間でございます。研究所のワクスト2号の矢野とカメラ担当岩倉です。よろしくお願いします。食い気味で言いました、ね、そうですね、よかったです、ちゃんと言えたんで、バッシュできましたね、はい、今日はですね、なんと、はい、カローラクロスのハイブリッド Z、 いいですね、はい、こちらのですね外装編を皆様にお届けしたいなと思っております。はい、じゃあ早速ですね、皆さん、あのカローラクロスね、まあ、ちょっと人気もありますので、はい、じゃあ外装皆さんで見ていきましょう。レッツゴー。はい、まずはですね、はい、もう何を言ってもこの顔ですよ、顔ですね、ここ顔、この迫力あるこのフロントグリルと、はい、そうですね、はい、そしてね、前に矢野さんも言ってましたけれども、はい、トヨタマークじゃないんですよ、はいはい、カローラなので C ですね。なんか上に3つそうあるのありますよね、1、2、3、はい、何なんですかね、はい、ちょっといいですか、はい、私思ったんですよ、はい、この正面から、はい、目つきの悪いアライグマに見えるんです。あれ気づいちゃいましたか、顔、え、気づいた、目つきの悪いアライグマ、あれ口でしょ、で鼻でしょ、目でしょ、うん、見つこう、あの、ワクさん来て来て、こっちから見てよ、うん、目つきの悪い、目つきの悪いアライグマ、いや、わからん、いや、目つきの悪い、そう見えると、なるほど、わかりました、ありがとうございます。やっぱ顔がシャープになってます。 そうですね、はい、そしてやっぱりクロスオーバー、カローラクロスのクロスはクロスオーバーの意味ですけれども、うん、まあ、ちょっと四駆風になってます、はい、この白、白と黒っていうんですか、なんかガンメタが、そう、ガンメタなんですよこれ、キラキラの色合いがいいですね、いいですよね、真っ白で、うん、全部真っ白っていうわけじゃないのが、うん、そうなんですよ、はい、でそしてですね、このヘッドライト、あ、すごいですね、なんですが、もうこれなんか思うじゃないですか、はい、これウィンカーなんですよ、え、ウインカー、4つウインカーなんですか、そう、ちょっと矢野さん、いいですよ、ちょっと電源入れて左側を、贅沢ですね、そう、いや僕もね、だから最初見て、はい、これがヘッドライトだろうなと思ってたんですよ、でちょっと見てみたらですね、ウインカーつけてもらってさ、ハザードでもいいです、あ、ハザード、あ、ほら流れるタイプってことですね、そうなんですよ、なるほど、で、ヘッドライトつけてもらうと、ヘッドライトこっち、あ、そこですね、うん、はいはい、ここになってます、そうなんですよ、ここライト、おしゃれですね、かっこいいですよねこれね、はあ、これいいですね、横から見ても感じもいいです、ね、そう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 、シャーンってこう流れていくような感じ、はあ、でもちろんね、最近ほらこんなよくあるじゃないですか、中に、あ、なるほど、トヨタね書いてますね、うん、はい、ありがとうございます、そうです、はい、OK、そしてタイヤが、タイヤ、はい、タイヤの仕事ですよ、矢野ちゃん、タイヤの仕事、急いでこないと、エンジン切って急いでこないと、タイヤの仕事終わっちゃいますよ、矢野ちゃんの唯一の仕事が終わっちゃいますよ、もうこちら言っちゃいそうだ、はい、早くしないと、 225-50R18、 はい、 225-50R18 インチと、はい、225-50、 合ってますね、合ってます、はい、はい、そしてやっぱり、ね、後ろに、うん、後ろ、なんか赤い血がついてますけど、はい、違うよ、これは印だよ、お、さすがですね、はい、何の印、ね、タイヤの印、はい、ありがとうございます、はい、で、このホイールですね、はい、ホイールなんかもうこれあの Z なのでこういうあのデザインのホイールですけど、はい、まあ、グレードによってはちょっとあのもう少しこう大人しいと言いますか、あ、そういう、なるほど、はい、いろいろあるんですね、いろいろあります、これちょっと楽しみですね、はい、グレードあるあるだよね、そうです、グレードあるあるが変わってくる、そしてちょっと目立ちにくいですけども、ここにねウインカーミラー、ドアミラー、ウインカーがついてますよっていう形になってます、うん、そしてですねこれ見えます、この統一感のある、もともとねバイザーつけてないと、はい、あのメッキが出てるんですけど、うん、メッキだけなんですけど、バイザーつけてもこういう風にメッキが、うん、いいですね、こうずーっと流れていきますよと、はい、そうです、そしてその上がルーフレール、あー、いいですね、やっぱりね、クロスオーバー系はやっぱりこういう風にアクティブな、ありがたいですね、はい、これここにカチャンとする、うん、そういうことです、あれついてますね、ちゃんと上に荷台がつけれる、そうそう、つけれる、テープじゃないやつ、テープじゃないやつ、はい、ちゃんとガシッと、はい、そしてですね、よくあのドアね、あのガシガシやっちゃうじゃないですか、はい、これね、このプロテクションフィルムも、あ、もうここについてます、もうバッチリついてる、はい、どうすごい、やるちゃんが外してるんですか、外してるんですか、うん、外れました、あ、外れない、でもちゃんと、でもなんかありますね、ここに、はい、2箇所ありますね、はい、そこと、そこにかませますよ、うん、みたいな、そんな手でポロッと取れるような、あ、取れた、え、え、ちょっと壊しちゃってますね、違う、ちゃんとほら、はい、そのかませるやつ、あ、来た、うん、あ、ここにちゃんとかませるようになってるってことですね、ちょっと怪我してるじゃん、血出てますあの YouTube 血はダメでしょ、そうそうそう、うん、血出たもう、うん、もう全部お蔵入り、お蔵入りですよこれ、はい、簡単に外せます、うん、思ったよ、外せます、これ矢野ちゃんみたいに特殊な訓練された方だけが外せます、これは逆にこのルーフレールが取れると思うの、え、いや取れはしないと思いますよ、
だって挟むとこでしょ、うん、挟むとこじゃないですか、うん、これで、はい、なんかカチってなんかはめ込むのかな、専用の、はい、ここにね、うん、はい、4箇所、はい、そしてそのままボールがグーッとくるとですね、はい、ここにカローラクロスと、おーいいですね、文字がここに書いてあります、バシンと入ってきますと、はいはい、そして今度は後ろ、はい、もうね最近主流ですけどね、はい、シャークフィン、あ、そうですね、一応最近触れてないからもう当たり前すぎて、そうそうそう、あんまり触れてないんですけどシャークフィンもついてくれます、すごい精度がいいと、はい、そうです、そしてここにねカローラクロス、ここにも出てきましたね、はい、これは電動で開くんですか、でそうなんです、これでボタンを押しますと、パパーンと、おお、なるほど、いや僕もね電動バックドアちょっとやっぱり欲しいなと思ったんです、はい、あ、思ったんですね、はい、思っちゃったんですよ、なんでかというとやっぱ僕まあ趣味のゴルフですよ、はい、あの乗せるときに、まあ、ボールバックまあまあ重いじゃないですか、はい、これやっぱこうガチャンって開けてもう一回置くんですよ、なるほど、でガチャンって開けて乗せてバタンって閉める、一回でできないと、そう、でもこれゴルフバックを肩に担いだままピッてやればですよ、うん、もうそのまま乗っけられるじゃないですか、うん、すごい楽だなと、あと何気にバックドア重いっていう、はい、足がない、足多分ないと思うんですね、鍵も今持ってないし、多分電動がある方がいいですよ、そうですね、はい、これはもうワクさんの切実な願い、そう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 、ただね、あの後ろになんかこう壁が近いとかの時にこう、うん、やべ止めなきゃみたいな、あー、なるほど、焦ることはあるかもしれないですけど、あ、そこはもう、ね、そうですね、確かにそれは、うん、慣れだと思うんですよ、うんうん、慣れたらすごい便利だと思います、はい、多分あの記憶させれるパターンですね、そうですね、ここ途中でパカッて開けれますよみたいな、はい、なると思います、はい、そうそうそう、でも外装、まあ、横から見てもらうと分かるんですけど、はい、やっぱりカローラのクロスオーバーということで、はい、なんか本当にあの四駆の車ラブ4ちっちゃくしましたみたいな、そうですね、確かに言われてみれば、はい、そうなんですよ、だからあの排気量も 1.8 なので、そうなんですよ、 2000cc 以下の、はい、維持費になりますから、うん、税金もちょっとお安くなるという形なんですね、はい、なので、はい、まあ、こういうふうにちょっとあの通勤でも使いたいとか、はい、ちょっとアクティブにいろいろ行きたいなとか、はい、うん、めっちゃ開けたり閉めたりしてますけど、はいはい、そういう方なんかにはちょうどいいサイズなのかもしれないですね、はい、足いけた、いける、いけた、あ、足いけるそうです、なるほど、はい、じゃあやってもらいましょう、もう見えたのかな、はい、さっき取れたかな、じゃあこれはせっかくですので松さんにやっていただいて僕ゴルフバッグを持ってる設定で、あ、そうですね、あ、そうしましょう、はい、一回じゃあ閉めていただいて、はい、はい、あ、そうか、これをちょっと一回閉めて、はい、じゃあ閉めますね、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 はい、あったわ、はい、はい、じゃあ僕が、そうそうそう、よし、じゃあ今日もゴルフ、はい、スコア70で回ってきましたと、がん、あ、疲れたな、でも毎週、あ、重たい、暇を、あ、これ便利ですね、これやっぱいいですよね、でそのまま乗せれると、はい、多分まあこのバッグの横向きぐらいがちょうどいいのか、まあ、1人だったら斜めとか倒してとかしてもらえれば全然乗るかなと、はいはい、であとはもう閉める、まあ、閉めるときはもう手両手空いてますから、うん、もうボタンに、ボタン、まあ、あえて足で今回やりますけど、はい、で閉まっていくという形ですね、いいですね、うん、非常に便利です、はい、頑張っているところ、はい、もうなんかいつもの流れの感じも、はい、土いじりをして、はいはい、私が見つけたのにさ、いや、あの見つけた後がダメですね、やっぱり撮影に対する態度が、ね、はい、しゃがんで姿勢がね、そうですね、はい、やっぱり石をいじってる矢野優子だ、はい、だからね、まあ、今回ね総合的に言うとですね、はい、カローラクロスはですね、あの本当に通勤やら遊びやら使いやすい車だなとは思います。そうですね、まあ、いいですね。そうですね。で、まあ、今回グレードもちょっと上の方だということもあるので、はい、まあ、いろんな充実装備もついてますけれども、全然その真ん中グレードとかだったとしても、サイズ感とかはそのままで使えるので、うん、まあ、その方の用途に応じてあのグレード選びやすいかなとは思います。まあ、価格はね、325万とかなんで、はい、結構まあまあするんですけど。大きいよね。大きい大きい。うん。そう。1.8?ね、のハイブリッド、はい、うん、になってるので燃費もいいというわけで、皆さんいかがだったでしょうか、まあ、今回はですねカローラクロスの外装編ということでお届けしましたけれども、ね、まあね、これからね、あの内装編とか走行編とかどんどんやっていこうかなと思いますので、ぜひあの皆さん応援よろしくお願いいたします。今回の動画がためになった、面白かった方はぜひチャンネル登録、いいねと思ったら高評価とコメントよろしくお願いします。お願いいたします。またカローラクロスに乗ってる皆さんもコメントよろしくお願いします、ね、自分のね、はい、自慢する、ああそうね、こんなとこがいいよみたいなね、うん、あったら教えてほしいなと思います、はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう、バイバイ。走行編、改装編、内装編よろしくね。